加西豊太郎美信町の丸山公園にある、加西豊太郎のブロンズ像、加西豊太郎2月18日から1959年6月27日は、日本の政治家、実業家、号は、正月、三つ上、子に、加西都市を、山梨県駒郡東海千葉村に生まれる。十日市場村は、近世から毎年二月には、市立が行われ、 各地から商人が集った地で、笠池も東海市場村の山急の野郎を称する有力商家で、長百姓として尊世にも携わっている。父は笠池当主の兵一郎。豊太郎は次男であるが長男は豊太郎出生の前年に死去しており、豊太郎は長男として育てられた。幼少期に父の兵一郎は死去し、豊太郎は三経小学校。 東八代群南八代村の鏡平八郎の四塾正記者に学ぶ。同門には小林十三や堀内良平らがいる。豊太郎は状況を志していたが卒業後は家業につき、一方で栃木県那須野の開拓事業に携わるが、これは失敗している。また、1891年には北海道開拓事業に携わっていた。 林村京中城村の北村雄二の誘いで、都道するが、これも断念している。その後、郷里で結婚し家業に従事していたが、豊太郎は、正規者の恩師である、鏡平八郎の影響で政界へ入る。豊太郎は、鏡の影響で進歩派の浅尾長慶らと知り合い、根塚一郎、天野君平、市川文蔵らと共に進歩派の中心的人物となる。 1899年3月には、県政党山梨支部に対抗して結成された、県政本党支部の発足にも加わる。1904年の第9回衆議院議員総選挙においては、山梨県軍部から出馬した根塚一郎の陣営に加わり選挙を主導する。根津は、県政本党に入党し、1909年には1901年に、加賀加平が失脚して、 以後弱体化していた旧新歩党を急合して山梨同志会を結成し声優派に対抗するが豊太郎は山梨同志会設立においても尽力する豊太郎自身は村会議員を務めているのみであったが1917年4月の第13回衆議院議員総選挙では自身も出馬し当選する対象年間からは実業界へも進出し1920年には おしの電力会社を創設し、翌1921年には、桂川電機を創業し、郡内における水力、発電事業を東京電灯に統合した。大正9年3月の第14回衆議院議員総選挙では、豊太郎は実業に専念するため立候補は、見送っているが、も月小太郎らと普通選挙実現を唱えている。1923年には、 新聞経営を志向していた、根塚一郎が、堀内良平の圧戦で、徳富祖宝の国民新聞を買収し、豊太郎は、根津の推薦で副社長に就任する。また、1926年には、東京電力常務。1927年には、東京電灯取締役。1928年には、関東ガス社長。新越電力常務。 東京発電常務などを歴任し、昭和8年には東京電灯副社長となり、特に電力業界において活動した。1928年には初の普通選挙となった第16回衆議院議員総選挙で当選し、県政会における民政党支部の代表として、声優派の田辺76と対立する。1932年の第18回 会衆議院議院員総選挙において立候補せず1941年10月21日には、貴族院多額納税者議員となっているが、この頃には政治活動から距離を置いている。1940年には、ネズ美術館の設立に携わっているほか、1944年には、山梨県立医学専門学校の設立に際して、多額の寄付を行っている。戦後も、 田辺と共に、県政会において影響力を持ち、1951年には、戦後、第2回となる、公選知事選挙において田辺と共に、現職の吉江克康を支持し、社会党勢力の擁立する、天野久詞に対抗した。鏡は1890年に結成された、立憲改進党系の山梨政社幹部、県会議員で、山梨県における自由民権運動の中心となった、 海中新報の経営にも参加し民権運動にも携わっていた。第16回選挙では、声優派が田辺76くらい4人が当選したのに対し、民政派は豊太郎和人が当選する。官方第4437号、昭和16年10月22日。議会制度100年史、貴族院、参議院議員名鑑195ページ。ありがとうございます。